投げ逃げ失礼しますって書いてある。 PC さんもこんばんは、オノキオもこんばんは、レグさんもこんばんは、メロイエローさんこんばんは、ナイナさんこんばんは、くもちさんありがとうね、こんばんは、ひさしさんもこんばんは、萌えちゃんこんばんは、まるさんこんばんは、おそらこんばんは、くにちゃんもこんばんは、かしのぽちさん来ましたよこんばんは、まずきさんこんばんは、ひやすみさんもこんばんは、ダディこんばんは、みんなこんばんはこんばんは、ただって MF はくんとおるちゃんはたたーん、ねえ今日も暑かったですね。あゆめちゃん新しいアバターかわいい、サイリウム持ってんだよね確か、これかわいい、こんばんは、ラクさんこんばんは、ふぅ一応でさ、毎週金曜日のお楽しみありがとうございます、嬉しいです、そう言っていただいて、サムさんこんばんは、今日もよろしくお願いします、あんかけをグッドイブニン、初見は嘘つきね、赤石のパチさんかわいい、ありがとうございます、アマトさんでいいかな、ハートありがとうございます、笠田さんこんばんは、かなちゃんこんばんは、ゆれいまさんこんばんは、大鳥さん、ポーサガミさんこんばんは、おのきゅんメロイエローさんハートたくさんありがとうございます、マキス先生こんばんは、みんなすごいたくさんハートありがとうございます、固まってる大丈夫かなちょっと待ってハートいっぱいや、ありがとう、ゆめちゃん今日もキャワイユシありがとうございますテンション上がります、そう言っていただけて、まいちゃんお目目がキラキラしてて、今日はラメメイクです、ピンクラメメイクです、ひさのぷーさんごちゃやっほどうもー、こんばんは、かわいいありがとうございます、ひさしさんありがとうございます、ひたゆずみさん50カウントありがとうございます、おのきゅんハートありがとう、らくさん今日もご機嫌うるわしいね、うるわしゅうでございます、皆さんね、ゴイナの日ね、5月17日は楽しい日にしたいなと思って、いろいろ橋もメンバーの橋本と準備しております、また後でちょっと言おうかな、この今日ピンクラメメイクかわいい、本当やっぱピンクって男女受けどっちもいいよねやっぱり私最近ピンクメイクハマってる、なんだかんだで、もう暑くなってくるから、まあ、ピンクとかオレンジメイクもいいよね、リップめっちゃいる、やっぱねリップね、このショールームとか画面越しだとねこれが一番映えるんですよ、何回も紹介してるんだけど、これジルスチュアートのドレスドリップグロス、マジでこれ画面映えがいい、だからズーム飲みとかさ、会議テレワークするしてて、ちょっとやっぱりこうちゃんと他をメイクそんなしてないけど、なんかすっぴん感出したくない時とか、とりあえずメイク感出してる風にしたいければこれ塗っとけばいいかも、画面映えがすごくいいこのリップね。あ、ゆめちゃんだ、ゆきちゃんにずっと聞きたかったんだけど、メイク道具ってどうやって収納してますか。なるほどね、私はあの無印で買ったあのちょっと半透明っぽい、ちょっと見る見てくれる、あのねこういうのに入れてねまとめてるの、こうやって、あっガッシャンコしたわ、こうやって入れて収納してます、無印のに、じゃん、まだあるけど多いんだよねメイク道具が、こうやってめっちゃ収納してます、じゃん、見えてるかな、ちょっと待って、コメントが綺麗
綺麗にしまってる？そう、そうなの。これも、もまだもうちょいあるんだけど、これに無印の、これ本当はね、こ重なるんだけど、上にこれちょっと出っ張ってるからさ、重ねられないんだけど、そう、これに入れて収納してます。はい、こんばんは、なんちゃん、こんばんは。無印、あ、噛んだ。無印ってシンプルなのがおしゃれですね。そうそうそう、いい、いいですよね、無印。さっきなんかコメントであったな、メイクのどうのって書いてくれてる人がいた。ないや、ってことで、よいしょ。今日はちょっとこの放送中に終わらせたいことがあるから、ちょっと早めにもう早速本題に入ろうかと思うんですけど、熊でさ、いっぱいどれが何か把握してるの？メイク道具把握してるよ、ちゃんと、ちゃんと把握してますよ。だいたいスタメンとか、でもサイズ的にこう収納してるか、スタメンはこの辺とか、そういうのはありますけど、まあでも使うの決まってきちゃうんだけどね。そう、リップはリップで別で収納してます。そう、ということで、あ、マナさん、今日もありがとうございます。マナ、今日はゆきちゃん、お刺繍は得意なのって、お刺繍じゃね、裁縫、なんで刺繍って言ったんだ、お裁縫は得意なのってコメント来てますが、今日はじゃじゃん、美人百科6月号の付録についてたこのラブラリーバイフィーラーのこのソーイングセットを使ってマスク作りをしてみたいと思います。イエーイ。ってことで、テロップに入れます。テロップにマスク、手作りマスク制作じゃん。ということで、ごめんなさい、視聴者プレゼントはないんですけどそう、ないんですけど、はい、ちょっとお家にいる時用に手作りマスク、これ機械に作ると、ってコメント来てますけどはい、ちょっと作ろうかなと思ってます。販売の予定はゼロですはい、雪のマスクです。はい、全国民全員に配布するには私の手が足りません。多分もげると思いますが、マスクは光りませんはい、ということで、あ、やばい、充電しながら配信してたから、ちょっとごめんね、携帯がまた熱くなってた、忘れてた、危ない、携帯が熱いよ、怖いよ。ということで、あ、はしあんさん、クローバーありがとう、ありがとうございます。ということで、そう、手縫いなんですよこれ。てか皆さん6月号買ってくれましたか、美人百科。一応ちっちゃいゆきちゃんが載ってるので、はい、ちっちゃいゆきちゃんがコメントして載ってるので、よかったら見てみてください。美人百科の読者モデルとして活動しています、今。はい、お願いします。買った？ありがとう、買ったよ。あ、5ページにゆきちゃん、さすがです、ありがとうございます。ちっちゃいゆきちゃん探してくださいねまだ買ってませんが買います、お願いします、ありがとうございます。あたた、買いました、ちっちゃいゆきちゃん、嬉しかった、ありがとう。ごめんね、ちゃんともっと大きく乗れるように頑張るねそう、ということで、そう、てかこれ付録なんですよ、これが、すごくない？なんかプニプニしてるんですけど、これこんな薄くてちっちゃいのにソーイングセットが中に入ってるんですよ。開けます、オープン、じゃーん、
こんな感じでね、びっしり入ってるんですけど、この定規じゃなくて、なんつうのメジャーに、これ糸もね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 5色の12束と、あとちっちゃいハサミと、あの止めるやつと、糸通しと針も入ってる。すごくない？すごいよね。ねえ。すごすぎ。高そう？高そうでしょ？なんと、この、しかも、フィーラーだよ。ラブラリーバイフィーラーとのこのコラボの、この、ソーイングセットと、こんなに情報量がたっぷり、もうこんなたっぷりの雑誌、これで850円だからね。安くないですか、本当に。もう道重さんがもう今月も可愛すぎました。先輩の道重さゆみさんが今月も可愛すぎました。皆さん、私大好きなモデルさん乗ってるんですよ、いっぱい。そう、泉理香さんも好きだし、あいくちゃんも好きだし、みんな大好きなんですけど、はい、もうほんと皆さん美人百貨買ってください、お願いします。そうということで、すごい充実してるんです、本当に。お安いでしょ。皆さんコメントありがとうございます。ということで、一応ね、布はね、なんかガーゼ、お家にあったこの新品のガーゼがあったんですよ。こんな綺麗な、なんかこんな綺麗なガーゼが新品であったので、ガーゼというかハンカチというか、割となんか30ぐらいになってるやつ、2,30,30だね、これ30になってる。これを、これと、あと、そう、家にあるものっていうか、もう材料買わずにやろうと思って、だから家にあったこのガーゼハンカチと、あと紐がやっぱり今ないんですよね。ないから、その使い捨てマスクの耳の部分を取っといたんですよ。で、まあ、短いから一応こうつないでやってみたのね。そう、ガーゼも今あんま売ってないもんね。田中みな実さんももちろん好きですよ。そう、これちょっとマスクのぬ、あれ、耳の、耳紐の部分、びっくりした。そう、紐の部分を再利用してやりたいと思います。はい、まあ、ちょっとでも BGM ないとさ、寂しいじゃん。弾いたのやばすぎ。今ちょっとここにパソコンがあるんですけど、 BGM をかけながらやりたいと思います。ミュージックスタート。ちっちゃ、聞こえる？カラオケっていうね。聞こえる？ちっちゃい？ BGM これぐらいでいい？もっと上？もっと上げる？下げる？どう？ OK？ いい感じ？いい感じ？ BGM いい感じです。Young days。よきよき。OK。Alright。準備 OK。ありがとうみんな。タタンタタンタン。はい。やっぱちょっとテンション上がるね、この曲。ということで、美人百花さんに習って、立体美人マスクを作りたいと思います。あ、クイチューハートたくさんありがとうございます。これね、これ中に入ってる。道重さんが映ってやってるんですよ、こうやって、マスク。でもかわいい。先輩、かわいいです。あ、そう、つんくさんがさ、そう、ヤングデイズさ、私たちがさ、ツイッターに載せたら、つんくさんがこう、はしもんのに引用リツイートしてくださって、歌のダメ出しをしますって、嬉しい、激励をいただきました。お叱りの激励をいただきました。ね。
ダメ出ししていただきたいです本当に。でこれちょっとまずこのマスクの型紙を切り離しますね。おごめんねうるさいね。はい、ということで切り離しました。じゃん。ちなみにこれマスクの型紙、あれマスクの型紙だけじゃなくてぷっくり巾着ポーチの型紙もついてます。そういろいろついてる。で材料は付属のソーイングセットでしょ。あもしなんかみんなも暇そうだったらやろうこれでしょ、ソーイングセットとこれガーゼと、これ35cm×30cm だって。そうとマスク用ゴム 40cm って書いてあるけど、まあ、まあまあまあ長さぐらい、耳の長さぐらい。あと紐通し安全ピンで代用できますって書いてあるけど、まあこれでいいかな。私この中に入ってるこのこれでやろうかなと思います。ということでステップ1、あそっか、まずこれを切らなきゃいけないのね。音楽が楽しくて裁縫できんこれあそっか材料ないよね。確かにね、暇な人はこの曲に合わせてヤングデイズでも歌っててくださいはい、ということでまずこれを切んなきゃいけないよね。ゆきちゃん器用だもんな。いや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 、私裁縫、お裁縫何ボタンがさ外れちゃったりちょっと裾がほつれたりぐらいの、ほんとあと愛犬のおもちゃがちょっと壊れて少し縫い直してあげてとかぐらいしかやってないんですけど、もうがっつりこうやって一から作るのってあんまりしないから最近。そう、針で指さしたらあかんよって振りじゃないよねそうそうそう、ちょっとこれまずこれまこれ切っていいのかな本当に。どうやって作ろう、マジ練習してないんで、安定の練習なしなんで、どうしようどうしようかな。ステップ1まず言いますね。ステップ1裏布用、うん、うん、裏布用、表布用と裏布用合わせて35×30cm の布準備、え、あれ2枚ってこと違うよね、これ4つ折りにすればいいんだよね、これ2枚じゃないよねん待って、え、これ2枚布いる、え、でもさ、でも最終的にこれがあればいいんやろ、このサイズあればいいんやろ、え、こうでいいよねいや材料確認したんだけど、いやいいんだよこれで、4つ折りでいいんだよきっと。え、だってこのサイズにあればいいんだよね。え、合ってるよね。ちゃんと確認したんだけど。はい。え、大丈夫。これで合ってる。ほら。ほら。いけてるいけてる。いけるやろ。いけるやろ。よし。先に進みます。でこれをまずこの型をさ切らなきゃいけないよね。
この点線に沿って切ってみようかと思います。いけるやろ。まあなんとかなるやろ。せっちゃん、タタラタララタ、あららタラタタラタタラ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 タ。いや大丈夫よね。最終的にマスクになってればいいんだよ。チャ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 ルルル、ダランダラン。はい、チョキチョキしてます。しかも布切る用のハサミで髪切ってるっていう、めっちゃ切りにくい。チャンチャ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 ン。みんななんかお裁縫とかしてますか最近。なんか作ってます？お裁縫じゃなくても料理とかなんか作ったりしてますか？左右の裏表で4枚いる。4枚になる。これで4枚になる。ボタン作ったん？裁縫してない。マスク作った。おーすごいじゃん。愛の手が入ってます。ボタンつけたりする。ミシンで指縫ったことは、それは痛い。ゆきさんアクセサリーとか作らないの？昔ってそんな昔ほどじゃないけど、あのピアス作ったりしてました。今フレンチトーストの仕込みしてるんだ。食べたい。猫の頭に乗せるおもちゃ塗った？何それ、どういうこと？猫の頭に乗せるおもちゃ？何そんなのある？昔布用のハサミで髪を切っておかんにめっちゃ怒られたな。まあそうね。これ布切れなくなるのストレスになるから。そう、本当はねちゃんとダメなんですよね。やっぱまあボタン付けぐらいか。みんな料理はしてる？ミシンでマスク作って、すごい。破れたズボン直した。ごゆきブランド。はい、ということで、じゃちょっと肩一応切れたんですけど、ほら収まるよね、いいよね。ってことでステップ2、待ち針で生地に固定して表布2枚カット、裏布は型紙を裏側にひっくり返しておき同時に2枚カット。ちょっと待って、まず布を2枚カットして、裏布は型紙を裏側、だ裏表があればって話だよね。これ別に裏表ないから、このまま切っちゃえばいいよね。このまま切るわ。向きが反対のものをでもさ、これでこのまま切ればさ、これこのハンカチさ裏表ないからいいよね。よし行こう。すべてが最初の一歩だし、行くしかないよ。ってことで、これの待ち針使いたいと思いますね。このまま切ればよしよね。待ち針足りないかな。これ2つだ。これ刺さるかな、ちゃんと。よっ、お刺さった。ちゃちゃんちゃちゃん。ちょっと待って、無言になっちゃうかも。
これ紙ごと貫通すんだ。行ったよ、一応行ったよ。じゃんじゃん、よし、ちゃちゃらちゃちゃんちゃらちゃちゃん、ドドーン、てってんてってん。変なテンションです。早速、よし、ごめん手元見えないよね、許して。うぅ、はい、固定できました。ほんまに指気をつけてありがとう。はい、ということで、じゃあこのまま切ります。キャー、このさ、ボコボコ気になるんだけど大丈夫かな、ボコボコになんないかな、まあ、いっか最終的にまあいいかってなる、この性格。細かいんだか細かくないんだかよくわかんない。はい、じゃあ切ります。ドキドキ。これちょっと手元見えた方がいいかな、見えるかな。ちょっと下がって、見える、見えるね。 OK、 よし。あー、ドキドキする。いきます、切ります。キャー、あー、ちょっと久々に布切ってる。キャー、じゃん、いいよ。ちょっと、あいて、大丈夫だけど、大丈夫だけど、ちょっと一瞬刺さりかかった。皆さんここの先気をつけてくださいね。ちょっと待って、布がペナペナしてさ、わかる？切ります、斜め上の部分切ります。これ待ち針もうちょっとある人は刺した方がいいかも。2本じゃちょっと不安定かも。だいぶ、よし、はい、切れた。次こっち下切ります。よし、はい、あとここのカーブの部分切りますね。じゃじゃんじゃじゃんじゃん、ちょっと待って、あー、行っちゃった。ここ切り切れてなかった。じゃじゃん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 じゃん、うわー、この BGM に合わせて切り終わりたかったな。でーんで今前の部分を切ってます。よいしょー、はい、切りました。じゃじゃーん、結構いい感じじゃない？ほら、はい、切りました。そしたら2枚を、ステップ32枚を中表にして、あ、これ1回外さなきゃ、はい、戻します。針1個外したら戻しましょう、すぐ戻しましょう、危ないんで。はい、もう1本戻します。針はすぐ戻しましょう。オッケー、うまい？いい感じ？で、これを A だって、ここの上の部分を内、ん？
の前中央を縫い合わせるってことは、ここを縫い合わせるのかな、ここを縫い合わせるのかな。これさ、全体的に縫い代が1センチずつあるんだけどさ、ちょっと待って、うわねえすごい、このさ布さ、そもそもが3枚組だからさ、めっちゃ枚数あるんだけど、これこの布めっちゃ枚数あるんやけど、1 2、これさ、このさ柄によってもまたさ雰囲気変わるよね。こういうマスクにしようかな、こういう色の。どう、こっちを内側にしたいから、はい、これを薄くないよ、これだって3枚ずつのガーゼだよ、しかも3枚ずつだからめっちゃ分厚い、むしろめっちゃ分厚い色はいいよねたくさんプレゼントできるねって、プレゼントしないけど。でこれさ、1センチ、さっきも言ったけどさ、1センチずつさ、これあれだからさ、でもこれ通りにやりたいじゃん。これさ、こう折ってさ、あ、わかった、ひらめいちゃった、この型紙使えなくなっちゃうか、いっか、ちょっとここだけ切って、ちょっとオリジナルのやり方入ります。ここでこの縫い代の部分をさ、え、これ時間通りに終わるかな。あ、中くり抜くね、なるほどね、もうここで切っちゃった私、まあいいや。これをさ、ほらこうしたらいいやんね、はい。でこれでこう合わせて、これに沿って縫えばいいよね。オッケー。なんか誰か横にさ、うんうんってうなずいてくれる人欲しいんだけど。誰か誰か横に来てうなずいてください。人の声が聞きたい。みんなありがとう。うんうんって。うんうん、ありがとう、これでいいよね、うんうんって。じゃあもう一回、ちょっともう一回止めるわ。ててんててんてん、もう一回止めまーす、よいしょ。間違っててもうなずきそう、それはね違うよって言って。結局もう一回止めます、よいしょ。まああれ、チャコペンで書いてもいいかもだけどね、ちょっと今チャコペンないんで、よいしょ、はい、もう一回止め直しました。ってことで縫います。ハリハリ見て、ちゃんとこうやって入ってる。テテンテテンテン、あ、何色で縫おうかな、やっぱ白だよね、白で縫おう。なんか縫おうが言えない、滑舌悪い、急に悪くなる。チャッチャンチャッチャンチャン、ハリカモン、あ、すごい、針3本も、3本も入ってる針。
え、これ付録ってすごくないですか。ねえ、縫うとき待ち針に指を刺さない。そうだね、本当にそう。それやりそうで怖いわ。私家庭科の授業はちゃんと成績5でもらってた気がする。5段階中5でもらってた気がするけど、これ何センチぐらいいるかな。二重の方がいい。紐じゃないや、糸さこう二重の方がいいかな。どう思う、どう思います。うんうんのみんな、1本2本20がええ。二重にしとくか、しっかり。まあそうだよね、てか洗って使うこと、再利用ってかさ、すること考えたら二重の方がええよな。オッケー、ありがとう。じゃあちょっと長めの方がいいくない。あ、長すぎない。ちょっと逆に縫うのが大変。ちょっと待ってみんな、ありがとう。あ、今度巻きすぎた。なんやねん。こんなもんあればいいっしょ、こんなもんあればいいっしょ。縫えるよね。でももうちょい足しとこう。こんなもんにしとこう。見て、こんなちっちゃいハサミもついてんの。チョキン。切れた切れた。で、これを、あ、ちょっと待って、糸をこう。うわ、久々だな、なんかこれ使うの。私いつもこれ使うのさ、悔しくてさ、いつも使わないんだけど。じゃん、通した。今日はこんなとこで時間ロスをするのはもったいないので使います。でん、通りました。なんか見守られてお裁縫するのってなんかちょっと。お上手。これ何回か結ぶ。取れたら嫌だから。3回ぐらい私やっちゃう。タン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 。これなら絶対貫通しないっしょ。どうやってやるんだっけ、その結び方。こうやって指に引っ掛けて、ここでグリグリってねじって通すの。 OK？指に巻いてグリグリってこう、ここで引き抜くの。こうやって引っ掛けて、でピッてやるとなる。 OK？ よし、じゃあ縫うよ。縫い合わせます。はい、じゃあ、いきまーす。これどっからスタートすればいいんだろう。ここからかな、ここからかな、ここの部分縫います。
貫通しない。オッケー。ね、緊張するんだけど、やばい。あ、てか裏逆からこういけばよかった。最初失敗。ちょっと待って、一回表に出して、これさ普通にチクチクでいいかな、チクチクでいいかなって伝わってる？こうでいいかな、それともなんかこうちょっと戻しつつやった方がいいの？まあいっか、普通でいいよね。聞いといてまあいっかってやばくない？よし、頑張れ頑張れ。チクチクいってみまーす。チクチクでね、いいよね。で、極力細かくやるわ。見えて何か、手元。ほら見て、あ、見える？裏からも見えるか。ほらいけてるよね。このさ、マスクのこの丸み出すの大変じゃない？そろそろ引き抜いてみる。ほう、縫えてるよ一応。見えないよね、わかんないよね。縫い始めに返し縫い必要ない。うん、しなかった。もう大丈夫じゃないかな。もうこんだけ結んだし、不安な方はやってもいいかも。まあちょっと今日はそんなに時間もかけられないってのもあるし、私がそんな手際がいいわけではないので、ちょっと簡単にチクチクいきたいと思います。タンタタランタランタン。うんうん、ありがとう。本当にとりあえずうんうんって返してくれるロボットが欲しい。手先器用そうですか？ま、普通かな？悪くはない。てか多分器用っちゃ器用な方なんだけど、なんつうの？あれが悪い。効率は悪いかも。めっちゃうんうん来てた、ありがとう。あ、ちょっと待って、あ、ちょっと抜けるよ針が。これ通ってないよね。ちょっとここがすごい、なんで嫌がってる。いけてる？これ大丈夫？みんなこの配信なんか思いのほかちょっと口と手が同時に動かないわ。うんうん。
今来た人うんうんって何ってなる。確かに、ありがとう、みんな優しい。楽しい？ありがとう。癒しの配信優しいな、みんなは。みんな夕飯食べました？私も食べたよ、お肉と。今日久々にさ酢飯食べたんよ。酢飯ってやっぱ暑くなると食べたくなるよね。美味しいよね。あ、消毒液さん今来ましたけどいけてます？うん、ありがとう。あ、ゆめちゃん、ゆきちゃんの顔見てるだけでも幸せ。まあそんなこと言っていただいて、ゆめちゃん優しすぎます、本当に。よし、順調だよ。順調なんだけどさ、これさ、みんな気づいた？倍やらなきゃいけないからね、これ。お寿司、お寿司っていうか中巻き？中巻き、中巻き食べた。酢飯にお肉じゃない。中巻きとおかずはお肉、野菜、お肉ときのこのバター炒めとか。延長しようって今そんな時間？え、今何時？みんな今何時？ゴーヤチャンプルいいね。手巻きじゃない、かなんかもらったんです。あ、もらったんですじゃない、おかんが買ってきたんです。ちょっと何を喋ってんのか分かんなくなってた今。ダメだ、口と手両方動かない。48分？ダメじゃん、終わんないじゃん。負け無理そんな時間経ってんの？やばくない？え、恐ろしい。恐ろしいわ。あ、引っかかっちゃった。あ、待ち針に引っかかったよ。はい、あとちょっと。10時に終わらないね。いや、縫い物は急がない。ありがとう。できるまで見続け、ありがとう。みんな明日はカレンドーリーの方は休みだもんね、明日。あー、なんでここも逃げるよ。逃げないで。こんなもんかな。紐は前に、いや、紐は簡単、むしろ。このチクチク縫いが終われば。はい、これを結びます。ちょっとこれはこう、こうして、ここで押さえて、これでできるよ。もう一回ぐらいやっとく。はい、一旦切ります。いいんじゃない？いや、そもそもさ、これ3枚あるからさ。
重ねなくていい説じゃない？ほら重ねなくていいよね。あ、でもなんかこう痒くなるか。そっか、やっぱ2つ、やっぱ2つ用意しなきゃダメか。ちょっと待って、いいんだ多分。待って、これでこれ取るね。ちょっと今わけわかんないよね、今みんな勝手に腑に落ちてるんだけど。もうこの時点でさ、あのここの縫い代分があるからちょっと大きいけど、めっちゃ立体、いいじゃん。でこれで中側、中表で重ねて B を縫う、中表で重ねて B を縫う、中表で、どういうことだ多分ここをこう折って縫うってことだよね。ってことだよね。ちなみになんかね、このイラストにここ中切ってるんだよね。これやるとカーブが綺麗にできるって。だからちょっとずつ切ろう。めっちゃ切らしい顔してるこれ切りすぎてさ、縫ったところやっちゃったらもう泣くよね。これ中がさ、こうやって縫い合わせる部分がさ、かゆくて嫌な人はあれした方がいいかも。もうワンセット作って中で合わせたらいいかも。今日そこまでやってると時間がないから、よいしょ、今日はとりあえずこのままいきます。切った、蛇腹に。でこうやってやると、おお、あ、カーブ綺麗になったよ。ほらここが口、あと真ん中の部分だ。お、すごい、できてない？優秀。ほらほら、いいよね。うんうんはい、ってことで、ここを縫わなきゃいけないんだね。ね、縫うんだよね、あれ縫うんだよね。うんうん、ありがとう。これはちょっと待ち針いるね。いや、これ10時じゃ終わらんわ。余裕で終わらない。てか、こんなに時間経つの早いの？恐ろしいんだけど。もうこれ大体1センチ。1センチずつじゃいいよね。いいよね。
もしあれだったらこれアイロンで後つけたりしてもいいかも。その方がやれやすいかもしれない。縫います。うわー、これ足りないね。これじゃ足りないね。この糸ちょっと別のタイミングで使おう。また後で、後ほどちょっと追加します。糸こんばんは、しゅういちさんこんばんは。遅い時間にさ、マスク作りしてる人いないよね。こういうのってさ、昼間作業したりするんじゃないの？あと3分絶対無理。針に糸を通します。ありがとう。誰かやばい、目がシャバシャバしてきた。てか最近も目の疲れがすごくてさ、58分だから園長先生だね。あ、そう、これほら見た、今のやってかけて、シュッと、シュッと、あれ、あ、テテテテテラ、テレレレレレ、あ、ちょっと待って、場所がずれた。オッケー。え、これで？見てるんだよね。大きいかな。どうも。これでこうでしょ。なんか大きい。ちょっと大きい。まあ、いっか。うん、もう一個折ってもいい気がしてきたけど。小さい。本当？なんかちょっと細めによって、わかった、細めによって2回折ろ、細めに2回折ろ。ここは皆さんお好きな塩梅でいいかと思います。私はちょっと細めに二重に折ります。22時です。ありがとうございます。みんな適当に見てください。いいよ、うん、ありがとう。いや、いいよね。ありがとう。助かります、本当に。ちょっと今真剣。ごめん、
真剣になると急に無言になる。暑いな、なんか暑くなってきちゃった。はい、ちょっと二重に折ってみた、軽く。あんま変わんないかな、まあ、いっか。何回まあいっかっつって言うんだろう。あれ、糸、はいはい、縫います。こういうのはここからやるとこのね、縫い目の結び目が出ちゃうから、この折った中に、折った中にこうやって通すと、この結び目が中に入って隠れます。さゆかた。はい、じゃあどんどんいくよ。二重に折ったのになんか綺麗に折れてないのか。しゃあなし、しゃあなし。あ、ちょっと返し縫いしとこう。ちょっと布が分厚くなってます、さっきより折ってるので。本当はステップ3を2枚作って裏側を合わせてステップ4の B を縫ってひっくり返すだそうです。皆さん、私はちょっと端折ってます、かなり端折ってます。よいしょ。あんま生地分厚いとさ、その縫うの大変なのよ、すごい手が滑る。なるべく本当は細い糸の方が目立たないかも、縫い目。あ、滑る、手が滑る。ごめん、見えないね、ごめん。昔もうちょっと早くできた気がしたんだけど、過去の栄光、栄光でもないけど。滑るねん。栄光のかけら。逃げた、針が逃げたよ。チャチャン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 チャ。もうこれもさ、縫い物ってさ結構時間忘れられるかもね。ちょっとこれ邪魔なので取ります。いけいけどんどん、いけいけどんどん、頑張れ頑張れ。
今3分の1はいけてる。これすっごい手が、ほらめっちゃ手がすごい手が滑るんだけど急に。あれ糸さ二重じゃなくてもよかったかな。なんかすっごい、でも見て縫えてるよ、ほら。こんなにうんうんが、うんうんってコメントが来るルームここぐらいしかないよね。マスク作り興味ある？大丈夫？最後完成するまで興味ある？これ大丈夫？あ、初見さん配信お疲れ様です。ありがとうございます。配信マスク作りながら配信してみてます。510人超えないとマスクつけない。そんなことそんなことはないんだけど、あ、ありがとうヨシーさん、興味あるって。こうなったら最後に見たい。安倍氏ありがとう。相模さんもありがとう。むしろ最後まで絶対見届けたい。完成見届けたい。ありがとうありがとうありがとう、みんな。もうすぐで半分。あーでもこれさ、上も縫わなきゃいけないやん。もうアイロンテープ使いたい。あ、ここめっちゃ硬い。真ん中ちょっと、真ん中めっちゃ硬いぞこれ。よいしょ。あー、ファイトありがとう。針が抜けてくんない。なんかあれ、クリップみたいなのつけた方がいいかも。抜けないよ、針が。え、抜けないんだけど。ぴよぴよさん、初見さん、頑張ってください。ありがとうございます。抜けないんです、針が。どうしよう。あ、きた。布がギュッてなりすぎて。よし、悪くないよね、悪くないよ、悪くないから頑張ろう。後藤由紀頑張れ。本当は1時間以内で終わる予定だったんだけどな。よいしょ。変な汗が出る。もうこの BGM も何回目だろうか。ありがとうみんな。ちょっとこう分厚いから一回一回いこう。いけいけどんどん、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 いけいけどんどん。
たいぞ。いけいけどんどん、いけいけどん、よし。みんな起きてる？いけいけどんどん、いけいけどんどん、いけいけどんどん、いけいけどんどん。寝てる？起きてる？いけいけどんどん、いけいけどん。起きてる？ありがとうみんな。ゆめちゃんも。ゆめちゃんありがとう。こんなに時間かかる予定じゃなかったの。ててんててんてん。いけいけどんどん。ああ、高島さんも来た。これさ、作るのさ、なんか40分ぐらいとかじゃなかったっけ？本当は。1時間以内とかで作れるはずだったんだけど。重ねて縫い付けた方が、重ねて縫い付ける、重ねて縫い付ける、あのでもちゃんとした正しい縫い方は、あの美人百科の YouTube の美人百科チャンネルで、あのフラワーズの方が、あのちゃんとお手本でやってくださってたので、それ見たら分かりやすいかと思います。一回その動画で予習すればよかった。だからこんなあれなんだ。そうじゃん、ここで気づくっていう。ずっと見てられる？いや、そんなビーチホテルさん、ありがとうございます。そう言っていただけて。私だったら絶対このルーム退出する。何この人、何やってんのって絶対退出すると思う。あ、そうそうそう、小城さんそうだよ。予習はあえてしないで。はい。ぶっつけですから、いつも。いや、みんなありがとう、退出しないでいてくれて。あ、そろそろだ、また通んない。糸が寄っちゃったる。たまにあるよね、糸が寄っちゃうやつ。どっちの糸が寄ってんの？こっちだ。オッケー。完全ぶっつけだから楽しい。もうこれは絶対失敗したくない。お嫁さんにもらってもらえなくなっちゃう、こんな縫い物で失敗したら。
花嫁修行だと思って頑張ります。あとちょっとだよ。でもでこんな細かく縫わなくてよかったんか。謎にまあまあ細かく縫ってしまっている。ありがとう。あ、俺がもらってやるよって。ありがとうみんな。あともうちょっと。こう手が痛くなってきた。布で布越しに押そう。また糸が寄っちゃう。どっちの糸？どっち？どっちの糸ですか？これだ。え？なんで？糸が引っ込まなくなった。なんで？ガーゼとなんか引っかかってんのかな、中で。頑張って。プチッつった。なんで？ふーん、ちょっと多分中でね、ガーゼの糸の間縫っちゃった系かな、これ。ガーゼさんお願いだから頑張ってください。え、全然伸びないんだけど。え？What？ 一個一個これやっていかなきゃいけないけ。ここ引っかかってんだ。ここでなんか引っかかってるっぽい。どうしたらいい？一回戻せない。もう針あれしちゃったもん。あ、来た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 。下ができました。ほら、なんかで大きいかな。え？あれ？大きくない？顔面が。しょうがないしょうがないしょうがない。まあ、切る前にあれ結ばなきゃ。サイズ感に聞い取られてて。これも玉止めだっけ、最後する時も。間の布のところに通して、ここで玉結び、玉止め。します。今のサイズで型紙の内側の線の大きさのはず。のはず。むしろ二重で折ってるから、ちょっとは小さいはずなんだが、しかしちょっと待って、型紙
上合わせるとこの時点でちょっとはちっちゃいんだけど、まあ、うん、あれ今上塗ってたんか、上ん、いや下の部分だよね、うん、ちょっとサイズ感は一応小さくはしたしたけど、これでもちょっと女性には、女性にはじゃない、なんだ、私にはちょっと大きかったまあ小さすぎるよりいいよね、てか大きい方がほら小顔に見えるしさ、終わんのかなこれ、大丈夫、みんな飽きてない、洗うと縮むかも、でもで、もう一個ほらこのサイズ、あ、いいんじゃない、いいんじゃない、20におったら、ね、いいよね、ちゃんちゃんちゃん、日付が、え、今何時、もうなんか変なテンションになってきちゃったよ、またうんうん、ありがとうみんな、先生今何時、20、あ、いや11時までは絶対終わらせる、何が何でも、何が何でも絶対終わらせたいよ、何が何でも終わらせたいです、ありがとうみんな、時間ありがとう、仮止めした、いいよね、サイズ感いいよね、合ってるよね、オーライ縫うぞ、頑張れごとを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 、ええ感じやんな、はいはい、頑張れごとを、頑張れごとを、頑張れごとを、はい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 、ちゃちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃん、バレーごとを、頑張れごとを、限界突破だごとを、ごめんなテンションだよ、はいはいはい、明日にホップステップジャンジャン、ワン、ツー、スリー、ゴー、飽きてません、バレたちょっとね、飽きたっていうか集中力が、みんなごめん、充電が減って、しかもめっちゃ携帯熱いんやけど、充電器挿しました、すいません、戻ってきたよ、戻ってきた？カンバックごとしてる？ちょっと、終わらせたいよ。絶対終わらせる。携帯がついてきねえよってよ。もうあちいんだ。発熱するぞって携帯が言ってます。よし。
集中集中。ここの方が見えるよね、みんな。もう針が刺さんないんだよね。はーいはーい、ありがとう応援。針が痛い、針が痛い。余った布で。しかめ面じゃない？顔に疲れやばい。普段見れない顔？料理番組みたいに縫ったものがこちらにあります。いや確かにそのパターンの方が良かったか。途中まで作っとけばよかったね。いやだってこんなさで切っとけよって話か、まず布。いやでもなんか一からさ ちゃんとやってますか。ほら一からじゃないとなんか本当に作ったのみたいななるでしょ。どうせそれはそれでさね、知ってるんだから。そう、えだ、あー貫通した、こっちこっちが、あごっちゃねの醍醐味。頑張るよ、ありがとう。みんなありがとうね、お疲れの中さ。こんな私の、エンドレスだね。もうすぐで真ん中。あ、起きた。あ、ちょっと待って。疲れたよ。ヤングデイズ確かだいたい6分ぐらいあった気がするよ。たかちゃんピュピョピョ、十数年見てなかったけどより一層美人になります。そんな久々に。十数年って初期の頃ですか。お久しぶりですね。じゃあ本当にもう私も20代後半になりました。自分が一番びっくりしてます。来月また一つ年を重ねます。ヤングデイズ6分あるよ確か。こま、あちゃ、あん中がなんか硬いです。
だ。これは一つずつやろう、危ないから。ごとぅ思うんですけどって言ってたね。懐かしい。わあ、ダメだ。あ、来た。これ皆さん真ん中は難関ですよ。まあまあ生地が分厚いからね。ゆっくりやろう。絶対もう来ない。ゆっくりやってたら終わんないよ、本当にもう。なんかだんだんこれ大丈夫かな、私。焦ると危ないね、確かにね。大丈夫、いつまで見ていられる。本当にその笑顔、笑顔じゃない顔文字癒されるわ、ありがとう。あ、YouTube のヤグレイズ5分10、あ、本当に、あれ ?5 分だったか。ごめん。ごめんね。あれ、なんか6分ぐらい、なんかあのヤングレイズなんか結構長いね、みたいな話メンバーでしてた気がしたんだけど。5分か。そっか。細かな作業はもともと好きな方ですか？そうです、割と好きなんですよ。だ普通に一人時間にこうやってチクチクやってるのには全然問題ないんだけど、こう配信をしながらね、一応配信をしながらこうやってるからさ、なんかみんなとも喋りたいじゃんってなるとさ、で口と手両方は私ダメなんだ。って感じです。なんか折り目だんだん広がってってる気がする。めっちゃちっちゃくなっちゃってた。どうしよう。あ、ごめん、見えないね。ごめんごめん。確かにライブバージョンでアレンジ変えたりしてるから、そういうのもあるかもしれないけど。もうこれ完成しましたでさ、サイズちっちゃかったですってなりませんようにお願いします。あとちょっと、でもこれあと横の部分も縫わなきゃいけないね。マスク作りって大変なのね、ほんと。これ大量生産できないわ。ミシンならさ、ほらまだあれだけど、手縫いってね。
でもこの手縫いのさ、なんか味ある感じ好きだな。ミシン考えた人以来、確かに。こうやってさ、糸でさ、縫い合わせるってこと自体をさ、もう考えついた人すごくない？こう針でこうやってみたいな、すごくない？まずそこからだわ。何、何、どれ、何のことに対してもさ、こう一番最初に思いついた人ってさ、すごいよね、そのひらめき、すごくない？ちなみに中野の116のヤングデイズはロップめっちゃ繰り返したやつだっけ、なんだっけそれ、免疫ポシボーって言ってるやつだ。そもそもその針作るのさ、いやほんとそうだよ、こんな細いさ布のさ、片方にさ、小さい穴開けてんだよ。すごくない？感謝だよね。それがあるからこうやって今糸縫えてんの。この糸でさえさ、これ糸も一本じゃないからね。糸だって、なんか、編んであるから。とか、そんなん言い出したら果てしないんだけどさ。やばい、変な息に入ってる。変なテンションだよ。いつもか。語り方がおばあちゃんみたい。23時には終わりたいよ。What time is it now? みんな。42分。どうしよう。やばくない？ありがとう、時間を教えてくれて。とりあえず上下縫ったよ。でん、いいじゃんサイズ。いけてるよ、いけたよ。あとサイド、やっとステップ5。サイドを三つ折りにして C を縫う。ゴムを通してお好みの長さで結び、結び目は三つ折りの中に隠して完成。紐通しは全ピンの上で折ります。最後だ、両サイドあるや。これを三つ折りだって。こんなもんでいいかな。もう？頑張れごと、頑張れごと。
通せるようになってね。そうだね、ちゃんとここの折ったこっち側を縫います。ホッチキスで止めれたらもう最初からホッチキスでやってるな全部。もう二重にしない糸も、一重でいい、もう二重だと糸が、二重だと時間がかかる、手が痛いから、もうね、一重で軽やかにの顔やばかった。千枚以上の時と同じか。やばいやん、もう相当みんなにいろんな子を見せてるよ本当に。一重だからちょっと抜けないようにいっぱい結んで、よし縫うぞ。ちゃんと通せるようにね、縫わなきゃ。お、スルスルいけんじゃないこれだったら。ここも硬い。あ、一本いいわ。糸。糸一本だ、二重じゃなかったかも最初から。玉結び難しいよね。マジこれこそお、ほんとおうち時間って感じ今。カモン、いけいけー。お、すすすす。あ、こっちの方が縫い目もあんま目立たないかも、細いから糸。うん。ちゃんといけてるよねこれ、大丈夫だよ。こんなに長時間ヤングデイズ直したつんくさんからダメ出しく、ダメ出しは来ないだろうけど、どんだけ流すねんって言われそう。分厚い、めっちゃ分厚い。絶対終わらす。
23時に終わらしたい。あ、でもさっき42分でしょ。23時にできんのかな、これ。10分。負けない。みんなも早く寝たいよね。あれ、ハサミ。よし、スピードアップ。あと10分ってことは、ヤングデイズあと2回聞いたらってこと？負けない。やだ、負けない。本当に。やだやだ。サイズ感合ってんの？頑張れ、ありがとう。え、嬉しいわ。ここのアバターめっちゃ可愛いって、ありがとうございます。もらっててください、よかったら使ってください。ただいまマスクを手作業で作っております。なかなか時間がかかっていてびっくりしております。ぐっすり眠れるかしら。目を酷使してるんだ一日中。ちょっと最近作業とかいろいろやってて。絶対シュウ、この間さ健康診断のさ結果、だいぶ前にやった健康診断の結果さ見たらさ、視力落ちてたんだよね。やばくない？ブルーベリー食べた方がいいかな。アイマスクして寝よう。確かにマスク縫う夢に。なんだったらこのヤングデイズじゃない、ヤングデイズが残るよね。こんだけヤングデイズ聞いたらさ、頭の中ヤングデイズになっちゃう。ダメだ、チクチク行くと時間かかる。チクチクが時間かかる。はあ、針が糸から抜けちゃったよ。やだ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 。こんな時に時間ロース。キャー、焦るな焦るな焦るな。だけど焦って30。あ、でもさっきのとこも30個だから硬いのね。お、お、終わるよ終わるよ、縫うの終わるよ。まもなく縫い終わる予定でございます。
糸に、あ、糸じゃないや、針にさぐるぐる巻いてやる結び方もあるよね、これ確か。あ、抜けちゃう、ダメダメダメ。よし、23時で終わる、絶対終わる。挟んで、マジラストスパート。見えてきたよ。あ、ヘアピンのあれが。ヘアピンが中で引っかかっちゃうね。ヘアピンが中で引っかかっちゃう。頑張って、あとちょっとだから。出てきて。ねえねえ出てきてなんで急にさそんな嫌がるの。ねえ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 、なんで出てきてってば。ちょっとねえ、ここでさ時間でれんでんでれん、キャー。あとはこう、まあ、今もう適当に結びましょう。軽くね、まあ、サイズ感もあるので。紐長すぎだけどね、紐でかい紐でかかったけど、じゃあこれあとで微調整するとして、できたよ。わーい、みんなありがとう。できたできた、ほら、寄ってるけど、だいぶできた。上下合ってるかなこれ。ちょっともうちょっと綺麗に作りたかったけど、まあこんなもんでしょう。初めてのマスク作り、いかがでしょうか。できたよ、とりあえず。あー、できたー、やったー、みんなーありがとうよかった。
よかったよかった、今日中に終わったよ。お疲れ様です皆さん、ありがとうございます。皆さんマスクが無事にできました。ちょっとこの辺ちょっとちゃんと引っ張って止めればよかったけど、なんかちょっと雑だけどなんとか初めてのマスク作りできました。お疲れ、ありがとうございます。なんか優しい感じするわ、優しい優しい感じする。あ、やばい、完全のりこれ中あれだね、アイロンで折るか、普通にこれをもう一個作って、こう裏とこう中でこう合わせてさ、こうし、こうこの部分が口でもう一個あっての方がいいかもね。ということでマスク作り無事にできました。みんなありがとうございました、ありがとう。なんとかできましたよ。いやー、よかったよかった。皆さんもよかったら作ってみてください。じゃん、美人百花6月号、私もちょこっとミニゆきちゃんで載せさせていただいてます。美人百花6月号の、特別付録、このソーイングセット、ラブラリーバイフィラーのソーイングセットを使ってマスク作りしてみました。これ寝るときとかいいかもしれない、お家にいるときも、もちろん外にでもね、あのお裁縫が上手な方とか綺麗な方とかいいかも。ちょっと私若干ちょっと波打っちゃって、糸は二重じゃなくてもいいかもしれないです。ということでお後がよろしいようで、でーん、音も止めよっか。よいしょ、オッケー、みんなありがとう、付き合ってくれてありがとうみんな。はあ、なんかもうちょっとお話できると思ったんだけど全然できなくてごめんね、ありがとうございました。ということで、あ、こんな配信に800人近くの方が見ていただいて本当ありがとうございます。私今毎週金曜日21時からいつもは10時ぐらいまで配信してるんですけど、あさってかな、日曜日の5月17日に、私と元メンバーの橋本愛菜ちゃんで2人でゴイナっていう愛称でちょっと2人でイベントやってるんですけど、今年はちょっとまあコロナウイルスのこともありましてイベントができないんですけど、まあ、でもこのショールームとかを使って皆さんに何か届けられたらなと思いまして、5月17日の20時夜の8時から、このごっちゃんねるのルームを使って配信が決定しました。わーい。さあ5月17日の20時から、ハシモンは、リモート出演になってしまうんですけど、まあここにちっちゃいハシモンを呼んで、ワイ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 やれたらなと思いますので、皆さんよかったらぜひ明後日のね夜8時から20時からまたこのルームに集まってくれたら嬉しいなと思います。皆さんその時はこれもちろん縫い物もしないので皆さんとたくさんお話できたらいいなと思ってます。なのでよかったら上のハートがあると思うので、ハートピンクにしていただけるとルームフォローになるので、通知とかも行くと思うのでぜひぜひよろしくお願いします。また後でツイッターの方とかで告知もしていきたいなと思うので、はい、よろしくお願いします。ちなみに5月17日のお昼に何か起きるかもしれません。
ので、まあ、ツイッターだね。ツイッター常にお昼頃ツイッターチェックしていただけたらいいことあるかもしれないのでよろしくお願いします。お昼12時ぐらいかなはい、ぜひチェックしててください。お楽しみに何から、ツイッター見てて、みんなツイッターだから握りしめてて。5月17日よろしくお願いします。はぁ、終わった、とりあえず終わった、マスク作り終わった、携帯がめっちゃ暑いですが、みんなありがとうございました。本当に配信付き合っていただいて、マスク作りに付き合っていただいて無事にできたので、今日はこれをつけて眠ろうと思いますありがとうございました。ということで、ちょっとランキングご紹介させていただきたいと思います。13位 MFR 君、12位太郎さん、11位小城さん、10位レグさん、9位プーさん、8位ひとやすみさん、7位トールちゃん、6位今泉さん、5位はたたん、4位おそら、そして3位が PC9821CX3 さん、ありがとうございます。2位がくねちゅん、ありがとうございます。そして1位はメロンイエローさん、ありがとうございました、ありがとう。はいねえ、みんなありがとうございました。今日は本当にちょっと最近いろいろちょっとチャレンジ配信続いてますけど、またゆっくりみんなとおしゃべりできる配信もしようね。ということで、またあさって夜5月17日の夜の8時20時にまたお会いしたいなと思います。みんなありがとうね、本当に。ゆっくり休んでください。ありがとうございます。みんなもゆっくり休んで、明日はねお仕事の方ももちろんいるだろうから、ありがとう、遅くまで付き合ってくれてありがとうねなんかいつもさ切るときさ名残惜しいんだよね。そう、名残惜しいけど、ありがとう、お疲れ様。あ、ゆめちゃん最後まで見てくれたんですか、ありがとうございます。本当にもうゆめちゃんもお疲れなくありがとうございました。みんなありがとう。おやすみ。夢でヤングネイズ歌ってそうだな、今日は。じゃあね。おやすみ。ありがとう。バイバーイ。またね。あさってね。ツイッターチェックしててね。バイバーイ。